はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆうたです。そしてね、目の前に見えます、この6つのボトルの中には、26クワガタの幼虫ちゃんがね、それぞれ1匹ずつ入ってるんですよ。こちらの子たちはね、全部、同じ方から購入したね、26クワガタの幼虫ちゃんです。一応ね、9月生まれという感じでね、購入いたしました。僕が多分11月の初め頃に購入して、こうやって管理してってですね、で12月の2日に、大平竹の禁止瓶、ハーフの禁止瓶に入れる。で、この間ね、2月の終わりにですね、この、こちらのね、ハーフボトルに入れたんですよ。あ、ハーフボトルっていうのはね、こんな感じで、下はね、半分瓦禁止。これ僕が培養したやつですね。で、上がね、半分発酵マットが入ったボトルでございます。この6つのボトルね、あからさまに3つずつ様子が違うんですよ。見てわかりますよね。こっちの3つはね、なんか真っ黒になっちゃいました。こっちのボトルはね、まだね、結構半分白いんですよ。ね、白いんですよね。ここも白いし、でこの子もね、まあ、ここ食べてますけど、こっち白いんですよね。ハーフボトルのまんまなんですよ、こっちの3つは。同じ方からね、購入した時、最初のね、購入した時のサイズってほぼ変わらなかったんで、多分ね、生まれた日は多分ほぼほぼ、生まれた月とかはね、間違いなく一緒だし、生まれた日もね、ほとんど一緒なはずなんですよ。でもね、こんなに変わってきました。ちなみに今日がね、3月の終わりなんですけど、まあ、これね、ハーフボトルに入れて、1ヶ月が経過したところなんですよ。で、こっちのね、3つは、もちろんね、こう真っ白。もう、下の方白いんですけど、こっちの3つはね、もうこれ、全部マットみたいになっちゃいました。ね、僕もね、いろいろ調べたりとか、いろいろ人に聞いたりしたんですけど、どうもね、これ、幼虫ちゃんがね、暴れちゃってるらしいんですよ。そうなんです。二十六上がったの幼虫ちゃんは、さなぎになるときね、暴れるんすよね、すごくよく。まあ、なんで暴れるかって、いろいろね、言われてるんですけど、まあ、一つはね、その、木からね、まあ、天然では木の中で育つんですけど、羽化したときに、しっかりね、木の外に出れるように穴を開けてるんじゃないかとか、自分がね、いる空間の、大きさを測るためにこうやって暴れてるんじゃないかとか、いろいろ言われております。実際にね、こんなに差が出るんですね、こうタイミングによっては。あからさまにね、こう、6つの幼虫が、6頭のね、幼虫がもうあからさまに、暴れてない方と、暴れてる方と分かれてるんですよ。で、まぁ、ちょっといろいろ見てたんですけど、ちなみに一番大きかったのがこの子なんですね。1ヶ月前に体重が一番大きかった子、20グラム近かった子、19.8グラムって子は、暴れてないんですよ。大きいのに。不思議ですよね、これ。見てこれでっか、お前。でね、頭幅が一番大きかった子がこの子なんですよ。この子はね、10.8 ミリありました、頭幅。頭の幅ですね。この子もね、大きくなってるんですけど、暴れてないんですよね。この子もね、2月の26日、ちょうど1ヶ月前の時点では、もうほぼ10グラムありました。で、頭幅もね、ちゃんと 9.4。割とまあ、ある方です。で、かたやね、こっち側のマットみたいに、要はね、すごい暴れちゃった幼虫ちゃんたちを見るとですね、一応この子、頭幅が 9.3、まあ、さっきよりちっちゃい。まあ、体重はね、10グラム超えてるんですけど。で、この子は、一応ね、7.4グラム。少ないですね、体重がね。で、この子はね、体重が 12.4 あったんですけど、まあ、頭幅がね、9.2 しかなかったという感じで、ちょっとちっちゃめの方が、みんなね、暴れてるんですよ。まあでね、こっちの3つはね、暴れちゃってるってことで、暴れちゃってるってことはね、もうサナギになりたいんですよ。全容の状態にね、近いわけです。まあ今からね、サナギの準備をしてるっていうところなんですね。すなわち、割とちっちゃいまんま、羽化するってことですよ。なるほどと。確かに、大きさを見てもね、あからさまに、これわかるんですけど、この2匹なんか明確だよね。もう全然さ、左側はさ、この長さなんだけど、右側これ頭も全然中にあるし、ね、お尻も全然こう中丸まってるってこの大きさなんですよ。なるほどと、これ大きさがね、全然違うわけですよ。そう、すなわちね、まあ多分なんですけど、これはね、100% じゃないんですけど、こっちの3つはオスなんですね、多分ね。オスなんですよ。で、こっちの3つはね、メスなんですよ。実際、ニチイロクワガタの幼虫は、オスとメスでね、大体ね、1ヶ月から2ヶ月ぐらいね、成虫になる時期、羽化する時期がね、大体違います。しかもね、こっちの3頭はね、割と大きいと。大きい感じがすると。で、こっちはね、ちっちゃいという感じがするんで、多分ね、こっちの3つはメスで、こっちの3つはね、オスなんですよ、多分これ。
なるほどと。いや僕ね最初、まあ、多分個体差だろうなと。でこの子ねちょっとね禁止食うの遅かったんですよ。禁止食い出すのが遅かったんですよ。でこの子オスなのかなと思ったんですけど、ちょっとねもしかしたらこの子オスかもしれないんですけどね。 9.6 あるしちょっとちっちゃかったんで、ちっちゃいまま羽化するオスなのかもしれないんですけど、まあ、ちょっとこの暴れ具合見てると、まあ8日は近いという感じなんですね。実際ね、ニジロクワガタの幼虫はすごいよく暴れるので有名で、まあ、ほとんどが全幼の時、さなぎになる前にね、暴れちゃうらしいです。まあ、暴れちゃうとね、何が良くないってね、やっぱ暴れちゃうと体力使うんで、体重が減っちゃってね、ちっちゃくなっちゃってんじゃないかと言われております。まあ、でもね、こう見てる限りだと、大きい子はね、まだ暴れてないのでですね、まあ、大きい子はこの順調にね、このまま大きくなってくれると嬉しいなと思ってるんですけど、大きいよね、マジで。ニジロクワガタのヨチちゃんはね、1リットルのボトルなんですけど、まあ800のね、クリアボトルと同じこの直径なんですけど、多分これもうちょっと大きかった方が良かったのかなとね、ちょっと思ったりもしてます。こんなに綺麗にね、分かれるとは思わなかったんで、なかなか面白いなということでね、今日は動画にしてみました。いや、にしてもなんか、こう、暴れない対策があればね、まあ、なるべく体力使わずに、まあ、大きく羽化してくれるんじゃないかと思うんで、まあ、そちらの方のね、勉強もね、しっかりね、僕もしていかなきゃな、と思っております。で、まあ、しっかりね、洋室が作れたらいいんだけど、ちょっとピートモス多いので、まあ、乾燥気味は乾燥気味なんですよ。まあ、乾燥気味の方がいいんじゃないのっていう感じでしてるんですが、どうなのかな、その辺もね、またはっきりわかんないんでね、観察していかなきゃいけないですね。まあでも色味を見てもね、結構ね、こう違いますよね。右側の大きい子はちょっとまだ白いし、こっちはね、結構黄色みがかかってるんで、やっぱね、さなぎの時期がね、近いんじゃないかと思います。この子ちょっともう洋室作り始めてるのかもしれないしね、これね。うん、まあだから、一応9月生まれなんで、早い子はね、6ヶ月ぐらいで羽化するらしいんですよ、ニジロクワガタは。なんでやっぱりね、今もう3月の終わりなんで、もうそろそろまあ羽化のね、準備が始まってもおかしくない頃ではあるんですね。まあ、こんな上手にね、オスメスが分かれてくれたの非常に嬉しいんですが、またね、どのぐらいね、オスとメスで羽化ずれするのかとか、やっぱ早く暴れて早くサナギになるのはメスなのかとか、そういうデータもね、しっかりね、動画にしていきたいと思います。ということでね、今日はハーフボトルがね、いつの間にかハーフボトルじゃなくなりましたという話でございました。いや、でもこんなにね、しっかり暴れるのがよく分かるの面白いよね。他の僕、クワガタをね、しっかり飼育したことがないので、なんとも言えないんですけど、こんなに違うかという感じします。あとね、ニジロクワガタってそんな大きいクワガタじゃないですけど、幼虫でかいよね。こんな大きくなるんですね。まあ多分この子なんかはね、1ヶ月前に 19.8 だったんですけど、多分この感じって多分痩せてはないし、まだ大きくなってると思うんで、結構ね、60ミリぐらいがね、壁だと言われて、63とかがね、壁だとか言われてるんですけど、まあ、ぜひね、お父さんがね、58なんで、60超えてね、羽化してくれたら嬉しいなと思っております。観察の方はね、どんどんこれからまた動画出していきますので、もし、またね、気になる方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。今日の動画ね、面白かったりとか、参考になったりとか、ぜひね、評価、グッドボタンと、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いや、マジ、この2匹でけえだろう。いや、等幅がね、10.5 超えるの結構でかいらしいんですよ。この子もね、期待だな。体重がね、もう乗ってくれればいいんですけどね。